皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は朝鮮半島の歴史を見ていこうと思います。アフリカから最初に日本までたどり着いた縄文人は1万2000年前から始まる海面上昇や7300年前の赤穂屋の大噴火の影響で大陸の方に移動し、オリエント、中央アジア、中華などを経由しながら、あるグループは黒潮に乗って阿波へ、他にもいくつかのグループが大陸から九州へ、再び日本列島に戻ってくるという大まかな流れで考察をやっていますので、そちらをご理解いただいた上でお楽しみください。近年の国同士のいざこざで複雑な感情が生まれてしまっているのはすごく残念なことですが、日本列島と大陸をつなぐ出入り口ともいえる朝鮮半島は古代から日本とは切っても切れない関係性の土地でした。しかし今の通説として教科書などに載っている情報は多分に国際情勢などの影響を受けているので、実際はどうだったのかというところを今回の動画で見ていければいいなと思っています。細かく見ていくと大陸の方でもまだまだたくさん考察要素はあるんですが、そろそろ日本の方にも戻っていきたいので、大陸の方での大まかな流れは一旦この辺りで区切りにしようかなと思っています。ということで早速やっていこうと思います。今回もよろしくお願いします。ではまずは半島の人類史から見ていきましょう。朝鮮半島の特に古代についてはいろいろな主張があって諸説あるわけなんですが、現実的に認められているところで言うと、およそ3万年前から4万年前頃には原生人類が生活を始めていたのではないかと言われています。だいたいこれは日本と同じぐらいなので、アフリカを出た人類は大まかにこの辺りの時期には極東までたどり着いていたと考えても良さそうですね。ところがこの後、半島では少し不思議なことが起こっています。2万年前から8000年前、あるいは7000年前頃まで朝鮮半島にはほぼ人が住んでいませんでした。これについては近年韓国の研究者の中からもそうした指摘が出始めているそうなので、ほぼそれで間違いないと思います。では最初にたどり着いていた人たちはどこに行ってしまったのかというと、氷河期が終わったのに合わせて北上したのではないかと考えることができるんです。となると空白期間を経て7000年前を過ぎて再び半島に住むようになった人たちはどこから来た人なんでしょうか。これもまた偶然にも7300年前の赤穂屋の大噴火とおおよそ年代が合ってくるんですよね。つまり無人になっていた半島で新たに生活を始めたのは日本列島から飛び出していった縄文人たちだったのではないかと考えることができるのではないでしょうか。実際その頃になると代表的なところでは東山道貝塚など、朝鮮半島南部から東部にかけて縄文系土器や九州北部で産出された黒曜石などが見つかっています。そしてこの後は中国の歴史で見てきたのと同じ流れで、北方からは遊牧民族や今の漢民族となっているグループが南下してくることによって、そこから長い年月をかけて彼らと混ざりながら、時には縄張り争いもしながら、少しずつ元縄文人グループは南下していく、そんな流れだと考えられます。実際に日本人と中国人、そして韓国人の DNA ゲノム解析をすると、韓国人は日本人と中国人のちょうど中間あたりに位置することが分かっています。つまり朝鮮半島の人たちは日本人と中国人が混血してできた民族だということになるんです。ここも最初に断っておかなければいけないんですが、半島の歴史についてはいろいろと曖昧な部分が多いので、きっとさまざまなご意見があると思います。この動画ではひとまず細かい考察は差し置いて、まずは大まかな流れを分かりやすくまとめていくということを中心にやっていこうと思うので、そんな感じでよろしくお願いします。朝鮮半島の歴史は壇坤神話という神話から始まり、紀元前2333年に即位した壇坤が築いた壇坤朝鮮が始まりとなっているんですが、これは実際には13世紀の書物に中国の義書からの引用とみられる形で初めて登場します。それまでは一切出てこないのと、考古学的にも根拠がないため後世に創作されたものだろうと言われているんです。その次の王朝と言われているのが魏志朝鮮です。この魏志朝鮮は中国の殷王朝最後の王、
中央の叔父である騎士が殷の滅亡後に殷の移民を率いて半島に開いたとされる国家です。ここで以前の動画でやった殷がつながってきましたね。騎士は中央の悪政をいさめた賢人だったと伝わっていて、首都を現在の平壌である王権城に置いて国を作ったと言われています。この騎士朝鮮についても中国の史記や三国志などに書かれているため、中国では実在していたとされているんですが、殷人が建国した、つまり中華民族が建国したという主張になってしまうため、現在の韓国では後世の創作だとして否定的に見られるような見方もあるそうです。このように朝鮮半島の歴史はその時代背景に合わせて主張が変わっていることがあるので、注意深く見ていく必要があります。その後は騎士の子孫が代々統治したとされていますが、中華が戦国時代に入ると半島のすぐ隣には燕という大国が誕生します。燕が半島の方まで勢力を広げてきたことで、以降朝鮮半島は中華の影響を大きく受けていくことになります。秦が中華を統一したもののすぐに滅亡して全漢が成立すると、その混乱に乗じて燕から亡命してきた永満という人物が騎士朝鮮最後の王純王から王権を簒奪。紀元前195年頃、永氏朝鮮が建国されます。考古学的に言うと、この永氏朝鮮が初めてその存在が認められる王朝ということになっているんですが、永氏朝鮮はわずか3代、紀元前108年に漢の武帝に滅ぼされてしまい、それ以降は漢が行政軍を設置したことで中国王朝が統治していく形になります。さて、ここまでは朝鮮半島に人が住み始めてから国ができ始めるまでを見てきました。現在の朝鮮半島は北と南に分かれてしまっていますが、実はこれは今に限ったことではなく、この場所は古代から北部と南部で違う歴史を紡いできました。地政学的にも西を向けば中華から、北からは遊牧民族が、争いを避けてきた人たちのシェルター的役割を担っていました。対馬との距離感でも分かるように、南からは日本列島との関係性が見て取れます。古代は縄文海進の影響もあって広い平野部も少なかったことを考えると、大陸の方から半島南部に行くには船を使って海伝いに行くのが基本だったと思います。しかし開拓できる平野部もほとんどないことから、わざわざ南部の方まで勢力を広げるメリットがなかったので、そうした点からも紀元前の古代の半島南部には大陸の影響があまり及んでいなかったと推測することができます。先ほど見てきた騎士朝鮮や永氏朝鮮も主に北部側での動きと思ってください。ではその時代、南側はどうだったかというと、そこには秦国という国があったと言われています。ただしこの秦国もまた謎の多い国で、しっかり掘り下げようとするとおそらく秦国だけで動画が1本作れてしまうと思うので、今回はまず全体像を見るためにざっくりとまとめてしまおうと思います。秦国については三国志の魏志と五漢書に記載があるのみで、諸説あってはっきりしていないのが実際のところです。いつから存在していたかも曖昧ですが、朝鮮半島の南側に存在していたとされ、その場所には後に馬漢、秦漢、弁漢のいわゆる三漢ができます。そのうち三国志には秦漢が元の秦国だったと書かれています。しかし一方で秦王は常に馬漢から選ばれるとも書かれているんです。なんだかこの辺りが少しいびつに感じますよね。なので逆に今度は三漢の方からも秦国を探ってみようと思います。まず元の秦国だったと書かれている秦漢には、秦からの難民が多く、馬漢が東海の土地を割いてこれに与えたとあります。言語も馬漢と異なり秦人に似ていて、こうしたことから秦漢と書かれることもあります。さらに言うと、秦漢の人たちは分身、つまり体に入れ墨をしていたり、道ですれ違えばお互いに譲り合うなど和人に近い人たちだったようです。もう一つの弁漢も衣服や言語などが秦漢と似ていたとあることから、秦漢と弁漢は比較的和人と近い民族や風習だったことが見えてきます。では馬漢はどうだったかというと、五漢書などによれば、馬漢は騎士朝鮮の最後の王純王が永氏朝鮮を築いた永満によって滅ぼされた後、
数千人を率いて南へ逃亡し、漢王を名乗ったとあります。しかし馬漢の民は土着していて、種をまき植える、つまり農耕をしていました。そして養蚕を知っていて、絹や布を作っていたともあるので、馬漢にはもともとから土着していた人たちがいて、そこに殷からの流れを持つ騎士純王が数千人を引き連れてやってきた。しかしそこでは大きな争いも土着民を滅ぼすようなこともなく、漢王を名乗って融合していったと考えることもできそうです。こうして見ていくと、秦国というのは実際は国家というよりは、いろんな民族がここに寄せ集まってきた共同体のようなものだったようにも見えてきますね。そこへ騎士純王が北からやってきて、馬漢で漢王を名乗るようになり、さらに万里の長城建設の区域から逃れてきた秦からの難民もやってくるようになると、彼らに東側の土地を与えて、これが秦漢となり、また他にもちょっとした風俗の違う人たちは弁漢となって、三漢が成り立っていったのではないでしょうか。しかしそこには馬漢のようにもともと個々に生活をしていた土着民がいたはずで、その人たちと融合していったわけです。ではその土着民はどんな人だったかというと、これがまた縄文人の末裔だったのではないかと考えられるんです。魏志漢伝には、東西は海をもって限りとなし、南は和と接すとあります。南ももし海で隔てられていたならそう書くはずですが、海については東西しか書かれていない中で、南は和と接しているということは、この当時半島の一番南にも和があったと考えられるんです。赤穂屋の大噴火の影響で、西日本を離れた縄文人の一部は朝鮮半島にも土着、その後しばらくはそれぞれにグループを作りながら生活をしていましたが、西からは中華の王朝の影響を受けるようになり、北からも遊牧民族が南下してくるようになり、縄文系の人たちは南部へと移動。紀元前3世紀頃になると、先ほどお話ししてきたように、中華の王朝の影響を受けた人たちが少しずつ半島南部にもやってくるようになり、混ざり合っていくことで三漢として国を形成していったという流れになります。しかしその時点でも半島の一番南には和人の領域が存在していて、同じような人たちがおそらく三漢の中にもたくさん住んでいたのではないでしょうか。また興味深いのは、秦王が月氏国を治めると書かれている点です。一般的な解釈では、馬漢の中の月氏国という場所に都を置いて統治していたと考えられているようです。月氏といえば、以前見てきた中央アジアの月氏、大月氏と重なるんですが、何か関連性があるんでしょうか。このあたりも今後の動画の中で合わせて考えていこうと思いますが、今回はひとまず情報だけにして先に進もうと思います。三漢時代の後は、古代史的にも比較的馴染みのある高句麗、百済、新羅のいわゆる三国時代に入っていきます。この辺りからは日本の古代史とも接点が深くなっていくので、なんとなく理解している方も多いのではないでしょうか。まずは簡潔にまとめると、中国東北部満州と呼ばれる辺りには不余族と呼ばれる人たちがいました。また唐突にこれまで出てこなかった名前が登場しましたね。不余族についてもまた話すと長くなりそうなので、詳しくはまた後日説明しようと思います。この不余族から東明西王という人物によって、紀元前1世紀に高句麗は建国されたと言われています。次に百済は馬漢の中の諸国の一つ、白塞国がその後規模を広げ、最終的に馬漢の地を統一して百済になったと言われています。百済も百塞と読めることからわかるように、白塞が転じて百済になりました。ちなみに建国神話によると、高句麗を建国した東明西王の子供の恩宗王が王位継承争いから逃れて南下し、白塞国を建国したことになっています。つまり高句麗と百済は同じ不余族が元となっている国ということになるんです。3つ目の新羅は、秦漢の中の白国が発展して新羅になったと言われています。こちらも建国神話によると、郭巨星という人物が初代とされています。林の中で馬の鳴き声がするので近づいてみると、
そこには馬ではなく大きな卵があって、割ってみると男の子が生まれてきたので育て上げ、その誕生が神秘的なことから王位につくことになったと、いかにも神話的な物語ですが、新羅といえば日本側にも神仙小事録などに神武天皇の兄弟である稲井命が新羅王の祖であると書かれていますよね。先ほども話したように、朝鮮半島の一番南には三漢時代には和があったことが読み取れるので、当然今のように国境がはっきりとあったわけではないこの時代、三漢の領域に和人が住んでいたとしても不思議はなかったのではないでしょうか。このようにかなりざっくりとまとめましたが、朝鮮半島の歴史は縄文人から和人と日本人の先祖たちが大きく関わってきたことがお分かりいただけたでしょうか。半島の一番南が和と接していたとお話ししましたが、そのエリアはこの後いくつかの小国の共同体のような形で加とか加諸国と呼ばれるようになります。大和政権の出先機関である美真もこのエリアに作られるようになるので、やはり教科書で習うように日本の歴史や文化は朝鮮半島から入ってきたというのは間違いで、半島の歴史は縄文時代から日本人の先祖たちが大きく関わって形成されたと考えられるのではないでしょうか。ということで、ひとまず今回の動画はここで一区切りにしようと思います。次回ももう少しだけ朝鮮半島について考えたら、ようやく日本に戻っていこうと思っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。